ラクスジェン5セダンは台湾の自動車メーカー、広高汽社がラクスジェンブランドで販売していた中型セダンである。投稿では改象モデルの S5 ターボ、S5 ターボエコハイパーについても併記する。2011年の上海モーターショーで発表されたコンセプトカー、ネオラを源流とし、それを市販向けに修正した上で、ラクスジェン 7MPV。 ラクスジェン 7SUV に続くラクスジェンブランドの第3弾として2011年12月に台北モーターショーにて発表その後2012年4月に台湾市場にて発売を開始追って2013年4月30日には1.8リットルエンジンに 5MT を組み合わせた M を追加した2013年12月他モデル同様に解消が実施され社名が S5 S ターボとなったが、5MT モデルのみ、5セダン M を継続販売する。2015年10月には、ヘッドライトやリアコンビネーションレンズを、ネオラを連想させるブーメラン型の新造形とし、メカニズムにもメスを入れるなど初の大幅改良が施され、社名も S5 ターボエコハイパーへと変更。エンジンは1八リットルと2零リットルの二本立てに変わりはないが、 ロングストローク化により1.8リットルは 170PS、2.0リットルは 191PS に向上し、燃費も向上させている。またサスペンションのセッティングを大幅に見直すことで、ミサオや生と乗り心地の向上を図っている。なお今回のマイナーチェンジモデルは他モデル同様、開発に水野和都市が参画している。なお、中国市場においても、 東風広高を通じて、納め後の社名で販売される。米国、アルティアと共同開発したプラットフォームを採用し、1.8リットル、もしくは2.0リットルエンジンに、可変バルブ機構とハネウェル製、ギャレットタービン内蔵のターボチャージャーを組み合わせ、トランスミッションは、アイシンオータムウィンター製、AT 並びに 5MT を搭載。安全面では、デュアルサイドカーテンエアバッグや、 イースシーなどを標準装備している。装備面では、アクティブイーグルビュー、サイドビュー、ナイトビジョン、レーンキープシステム、ローズを備えた、マルチメディアシステム、シンクタッチを備え、一キーと呼ばれる、スマートキーシステムや電子式、パーキングブレーキ、本比較シートなども用意。オーディオ、エアコンソーサブ周辺は、近年のボルボ社に採用される、フリーフローティングセンタースタックデザイン同様、 背面に空間ができ、文字通り浮いたように見える構造となっている。ありがとうございます。